れ様でした。お疲れ様でした。今終えたばかりですが、はい、いかがでしたか。落ち着きましたそうだな、はい、まずは落ち着きました、はい、でも本当にあのいつも通りやりました。はい、良かったですね。舞台上でも自分は落ち着いてると思ってたんですが、うん、今ここに来て気づきました。かなり落ち着きました。良かった良かった。舞台上ではちょっとね緊張してるのもいいんですけどねただ今年はね、やっぱあの、うん、今までと違う点がありまして、やっぱこのエントリーシール、あんま言うなよお前、これダメだよこれ。エントリーシールが僕ら全然違うんですよ。言っちゃうか。これね、エントリーシールって、うん、あの多分主催の方の方々がこの衣装をあまり傷つけないように、そうそうそう、こう多分剥がれやすい素材でできてるんですよ。剥がしやすい素材、ね。そう、剥がれペルって剥がれる。ギリギリでやってるからね。そう、それがあの激しい動きをすると剥がれてしまうことがあるんですよ。可能性がありますね。でも僕たちは去年それを知ったので、今回は布に貼る用のテープを買いまして、はい、両面テープ貼って全然剥がれないですから。完全剥がれないですね、はい、去年と大きく違うとか。やっぱこのね、隙間がなくなるんでね、いいですよね。隙間に、隙間で何かしたいじゃないですか。隙間で何できると思います。隙間で勉強できるんです。勉強、そう、真剣ゼミを使えば隙間時間に勉強することができるから効率よく大学に行くことができるんです。確かにね。始めよう真剣ゼミ。こんなばっかじゃねえか俺ら一つもちゃんと人となり喋ってねえぞ真剣ゼミの話してないから急に真剣ゼミの話。あ、そう、はい、僕真剣ゼミで大学に合格したんですよ。やっぱ浅草中野っていうのはさ浅草から浅草線でタクシーで中野に行くすごいよごめん、言葉の隙間があったぜかお前あ、そう、その隙間でね、勉強できるじゃないですか。で、真剣ゼミやったら勉強できる。始めよう、真剣ゼミ。俺が毎回これやんないといけないのよ。しんどいのよ、俺もこれ、はい、右手が。まあ、この情報が知りたい人は僕に個人的に連絡取ってみて、うん、そうなんですよ。教えてくれるんですね。はい、まあその変な場報酬によって、まあ、すいません、変な隙間が出ちゃいました。もういいってよ、隙間ばっかり見つけるになっちゃったんですもんダメですよ、ドキブリです今年パワーアップしてるぞっていうところがあれば、よりいろんな愛情で受けるようにはなったと思います。そうですね、まず、ね、神保町に彼女が来られた時に支配人が、あ、ちょっと流れてに中野さん、あのカオス長がお呼びですって言って、はい、マジめちゃくちゃ怒られると思って、うん、流れて本当にね、こはそう、もう恐る恐る言ったら、はい、カオス長から一言、うまなったなって、お前よりうまくなったなって言ってもらえて、なんで僕は呼ばれなかったんでしょうか、あの時師匠で 僕もいたんですよ、神保町に。同じ場所にはいなかったですけど、うん、なぜか中野人だけ呼ばれてうまなったなという、はい、だそうですね、うまなったんでしょう、はい、うん、去年よりうまなったと信じて頑張っていきたいです。師匠が言うのは間違いないですよね、はい。